はい、どうも、じゃあ、繁盛です。今日なんですけども、スプラトゥーンの公式ツイッターから、また、二つのね、新武器が、投稿されたので、それを早速評価していきたいと思います。これはモビジシューター、誰もが一度は手にする武器、若葉シューターのバトルの味付けを変えたモデルだ。サブウェポンのトーピードと、スペシャルウェポンのホップソナーで、相手の位置を炙り出すことで、味方の援護を行うぞ。仲間を立てる、渋い活躍が持ち味だということでね。トーピード&ホップソナーということで、塗りがね、非常に優秀なこの若葉のあのタイプなんですけども、トーピードが非常に相性いいんですよね。それ落ち葉シューターの時から思っていたんですけども、それが非常に強い。さらにホップソナーっていうね、あの回せば回すほど強いスペシャルなんで、かなりこの武器ね、環境入ってくる可能性ありますね。今後のアップデート次第では。あるかなと思います。普通にガチマとかで持ってっても、かなり強いと思いますね。はい。なので、今ね、モビジシューターはかなり注目度が高いと思います。ティア多分、B には入ってきますね、確実に。で、A に入れるかどうかは、周りの環境次第って感じですかね。ガチまで持ってもかなり勝てる武器になってくるかなと思います。いや、トーピードってのがマジで偉くて。はい。基本的に短射程とかにも強いし、まあ、後衛のリッターとかにも、非常に強いサブになっているので、マジでこの武器。かなり注目です。はい。じゃあ次行きましょうか。はい、こちらですね。カーボンローラー。デコ来た、デコ！カーボンローラーにステッカーによる装飾を施したモデルだ。高い機動力を後押しするサブウェポン、クイックボムと遠くの相手を仕留めるスペシャルウェポン、ウルトラショットで縦横無尽にも暴れ回ろうということで、一番ね、スプラトゥーン3で強いと言われてるサブ、クイックボムがついたカーボンローラー。さらに、スペシャルウェポンでウルトラショット、ウルショね。ウルショもね、今、まあ、過小評価されてはないんだけど、ウルショってめちゃくちゃ強いんですよね。なんで、前線武器のウルトラショット。まあ、寿司と違ってさらに前目の武器なんで、まあ、かなりこの武器ワンチャンあると思います。環境に組み込んできてもおかしくないかなと思いますね。今後の大会で優勝を見ても、優勝してもおかしくない武器かなって思います。はい。打開でもね、ウルトラショットで参加できるし、クイックボムのカバーと、クイボとね、カーボンの、クイコンっていう、コンボがあるんですけど、クイックボムを当てて、メインを当てて倒すっていうね、コンボもあるんで、非常に、相性がいいんですよね。はい。まあ、スプラトゥーン1の、カーボンローラーデコと一緒っすかね。カーボンノーマだっけデコだっけな忘れたけど、まあ、スパショがついてたんですけど、それをね、モチーフにして帰ってきたといった感じです。多分、ティア A ぐらいあると思います。個人的には。はい。ガチまでは最も強いローラーなんじゃないかなって思うぐらい、完成されてると思いますね。サブスペア。カーボン使いからすると、このサブとスペシャル待ってたっていう。感じだと思います。はい。カーボンに対してね、発狂する人間がかなりいる中で、このサブスペはね、さらに、発狂する人を増やすんじゃないかなといった感想です。はい。というわけで、皆さんのね、評価等々もコメントで教えてください。高評価もよろしく！